はい、どうも、ビートです。ということで、今回はですね、ガジェモットを入れてスカイウォーズやっていきたいと思います。はい、ということで今回はね、影モッド入れてスカイウォーズやっていくんですけど、 1,2 年前ぐらいに同じ企画やってたんですけど、まぁ、ちょっと久々になんか影モッド入れてスカイウォーズしたいなって思ったんで、まぁ、今回やっていきますってな感じで、もう早速ね、影モッドの方入れていくんですけど、まぁ、どうしようかな。まぁ、俺がだいたい動画とかサムネとかで使ってるのはこのシルダーズビブラントシェーダーでいいのかな、読み方合ってるかわかんないんですけど、まぁ、だいたい僕これ使ってるんでこんな感じっすね。いいね、もう綺麗だわ。めっちゃハイピで影モッド使うのって俺なかなかないんですよね。まあサムネ作る時ぐらいしかないんですけど、やっぱいいね。いいわマジで。まあ確かにちょっと影モッド使うとね、重くなっちゃう部分はあるんですけど、まあ気合でなんとかしていきましょう。いいね、俺が映ってるわ。しかもちゃんとこれ肩のスライムまで映るのがいいね。やるやん。まあてな感じで今回は影モッド入れてスカイウォーズやっていきたいと思います。ということで早速いきましょう。はい、ということでやってきました。で、まあ相変わらずのスカウトキットで、相変わらずの初エムでやっていきます。もうね、これちょっと撮ってんのがほぼ寝起きなんで、今声がね、いつもとちょっと違った感じになってるかもしれないんですけど、まあ許してください。もう多分ね、まあ、多分今日の動画はずっとこんな感じのちょっと枯れた声になるんですけど、まあ影モッドが綺麗なんでね、あのこの汚い声と多分うまくこの影モッドの綺麗さがね、相殺してくれると思うんで。え、なんか何も入ってなかったくない？あ、いいね、これは大事。最近ハイピクセルラグかったから、今このラグが治ってるかわかんないんですけど、どうなんだろう。そこら辺もね、気にしつつやっていこうかな。でもやっぱ影モッド入れてると何か距離感がつかめないな。ほい、オーケー。なんかわかんねえ、ちょっと明るすぎてマジでわかんない。しかもなんかあれだな、ヘッドゲームだし、ちょっと勝ちたいっちゃ勝ちたいな。で、そう、俺自身なんかこのマイクラ PVP やんの、スカイウォーズやるのが結構ね、久々で、俺3日間ぐらいゲームしてなかったんだよね。だからちょっと久々のゲームなんで怖いっすね。よいしょ、これ下もいるよね。よいしょ、危ねえ。こんな感じで順調っすね。え、多分ラストもう1人なんで、あそこにいるな。強そう、なんかめっちゃ強そうだな。まあ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 、普通に勝っていけばいい話なんだけど。142レベルか、なかなかやるな。まあ行くしかない。ほい、あ、いけんな。ジジーってことで、1試合目ね、余裕で勝ちました。ジジーっす。はい、ということで2試合目やっていきましょう。で、なんかもういいね、なんかマップ入った瞬間にもう綺麗だからさ、いつもと違う感じでめっちゃテンション上がります。はい、でもそれと引き換えに FPS がね、持ってかれてますってことでやっていきましょう。まあでも FPS 持ってかれてるって言っても100以上は出てるんで、できないことはないけど、まあ、若干重いなぐらいっすね。みんなはね、そんな影モッド入れてスカイウォーズとかはね、あんまりやんない方がいいと思います。多分負けやすくなるんで、重くて。でもなんかね、結構カーソルが消えるから分かりにくいな、めっちゃ。うわ、やってんなこいつ。うっそ、最悪取られた。だる、これ多分死んだ臭いな俺。しかもなんか今雷がすげえなんかエフェクトになってたな、面白。こっち来て、危な、いやーだよな、そうなるよな。いや、ちょっとね、なんか影モッド使ってるんで、せっかくなら綺麗めなマップ行きたいよね。なんか映えるマップ、まあ、こことか。このマップはもうね、俺があれだよね、サバイバルで建築したから、もうみんな思い入れが強いと思う。まあ俺だけかもしんないけど、まああのそんな感じでちょっとね、エイジスってマップで、まあ、やっていきましょう。やっぱいいね、かっこいいわこのマップは。本当に好き。ということで行きます、行くよーん。よいしょー、ほいほいほい、よいしょ、ポン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 、よいしょ。いや、やっぱいいな、このシーランタンが光ってるのがめっちゃ好き。あれ、ちょっとこいつやりたいな。こいつなかなか多分やり手だと思うんだよね。落ちるかな、怖っ。イエーン、ナイス。
はい、ということで、もう何試合目かわかんないけどやっていきます。よいしょ。まあ、このマップは結構昔からあるマップっすね。まあ、キノコマップなんですけど、まあ、綺麗ですね、相変わらず。ってことでちょっと勝ちますか。で、多分今ね、時間帯が時間帯だから、あの海外の強い人とかがね多めかもしんないっす。ちょっとそれだけがあれっすね、怖い。ちょっと勝ちにくくなってると思う。よいしょ。 OK、これ引こうか。ちょっとね、やっぱ影もっと入れて思ったけど、敵の位置がマジ把握しづらいわ。本当になんか冗談抜きでマジで把握しづらい。明るくてこのネームタグがさ壁越しになっちゃうと本当わかんないんだよね。だからちょっと厳しいな、そこが。78レベルか。まあいけない感じではなさそうまあレベルで人を判断すんなって感じなんですけど、いきますか。よいしょ。あ、無理。マジで言い訳いないけど、マジでもう見えない。こことかは明るくて見えるけど、何影とかのとこになってくると、マジでね、見えないっす。はい、ということで、このマップは、あれだね、水のマップだね。やっていきましょう。ということで、いきます。ほいほい。ここに入りたい。うん、入れないよな。それ俺のキルっしょ。いやーマジ？はい、ということで、じゃあもう本当にそろそろ勝ちます。あの本当ね、勝たないとちょっとみんなの画面がねマジで面白くない画面になると思うので、勝ちますね。ちょっと負けがねここ何回か続いちゃってるんで、そろそろ勝ちたいところではあるんですけど、マジで体力が本当に把握しづらいんですよこれ。でちょっと足がないから、あ、こっちの足やりたい。ログ OK、 完璧。全身ダイヤになっちゃった。なんて贅沢。ってことで、ほい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 。もしてやって。それはまずい、いろいろと。ちょっと待ってね。俺マジで悪いけど勝つから、この試合だけは。いきましょう。いや、もうこの装備で負けたらマジで恥ずかしい、俺。オーケー、お前に刺すよこのボールを。おい、オッケー、行こう。鉄剣か、めんどくせえな。あのガイアが、あ、俺のステルト、お前何やってんの、マジあいつ許さん。こっちにもいいんだね。なんか弓でめっちゃ撃たれると思ったら、オッケー、おー、生きてた、よかったよかった。行くぞ。確かね、なんかモブにスピードポーションとかつけるとね、死ぬほど攻撃力早かった気がするんだよね。多分アップデートかなんかで直されてたらもう無理だと思うけど。あ、死んだ、マジかよ。お前俺の唯一の友達殺しやがって。悪いけど代償にあんたを持ってくよ俺は。よいしょ、ラストよ。お疲れい、ジジイ。落とせないか今の。一旦逃げての、ここ取られてないの、ちょっとこっち行くの、こんにちはの。ちょっと待って、ちょっと待っての。歩いてる、こっち。でこうやって行っちゃうから、 OK。 変な声出た。いやこれ多分違うな。いや普通に硬い装備か。あ、まあまあまあ、熱くても行きますよ俺は。熱くても乗り越えたい。はい、ということで今回はねスカイウォーズ影モッド入れてやっていきました。なんかねいつもとは変わった雰囲気を味わえるんで、めちゃめちゃ良かったです。まあ、けどその分ね FPS は落ちます。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。この動画がね面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あとね僕の Twitter のフォローよかったらお願いします。下の概要欄から僕の Twitter 飛べるようになってるので、よかったらフォローしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。